大学教育センター長の神谷でございます。本日は国際コミュニケーション学部のステューデントアシスタント学生職員の、研修会にお邪魔しております。そもそもステューデントアシスタント SA と略しますが、これは一体何かということでございます。各学部1年次生のゼミナールがございます。そこのクラスにはステューデントアシスタントの学生がつきます。この学生諸君は1年次生がスムーズに大学生の生活に入っていけるようなサポートを全面的にしてくれるというのが彼らのお仕事でございます。で、今日は国際コミュニケーション学部は、その研修会をしているということでございます。先ほどは国際コミュニケーション学部のステューデントアシスタントの学生諸君をご紹介いたしました。それでは続きまして、経済学部と経営情報学部のステューデントアシスタントをご紹介したいと思います。それではどうぞ。経済学部3回生の草加山太夫です。私は今、経済学部学生企画委員会に所属しており、新入生オリエンテーションキャンプの企画運営を行っております。はい、それでは経営情報学部学生どうぞ。経営情報学部3回生の山口舞です。経営情報学部にはオリエンテーション委員会というものがあります。オリエンテーション委員会では大学入門ゼミという授業の一環として、スポーツ大会や発表大会など、新入生を対象とした楽しいイベントを学生が中心となって企画運営を行っております。このような形で1回生の新入生のサポートを上級生の学生諸君がいろんな形でしてくれております。ですから4月から入学して不安もたくさんあるかもわかりませんけれども、彼らがいる限り大丈夫でございます。それではまた次回お目にかかりましょう。ありがとうございました。